富士フイルムグループは電力と燃料の脱炭素化により気候変動問題の解決と持続可能な社会の実現に向けた変化を作り出します。かつて写真フィルム中心の会社から業態転換に成功し、ヘルスケアなど幅広い分野で新たな価値を提供するグローバル企業。事業活動を通じて国際目標の達成に貢献することは、グローバル企業として果たすべき役割と捉えています。気候変動は地球規模の社会課題です。我々はいち早くその重大性を受け止め、1990年代から生産プロセスでエネルギーの利用効率を高める活動を始めました。そして世界的に脱炭素化の潮流が加速する中、2019年電力と燃料の脱炭素化により2050年までに使用エネルギーに起因する CO2 排出量ゼロを掲げ RE100 に加盟しました。再生可能エネルギーの導入機会を世界の事業所ごとに探索し、太陽光、風力、水力などエネルギー源となる地域のポテンシャルを踏まえて戦略的に導入を進めています。例えばオランダの生産拠点では2016年に使用エネルギーをすべて風力発電による電力に切り替えました。さらに今後は購入電力だけでなく脱炭素化に向けた燃料の転換を進めていきます。自家発電システムに使用する燃料を水素燃料などに転換し、2050年までに富士フイルムグループが使用するすべてのエネルギーで CO2 排出量ゼロを目指します。こうした電力と燃料の脱炭素化という当社のアプローチを世界に提示し、脱炭素社会の実現をリードしていきます。富士フイルムグループの創業の原点といえる写真フィルムの製造には正常な水と空気が不可欠です。また写真フィルムはプリントするまで画像を確認できない、いわば信頼を買っていただく商品です。環境保全とステークホルダーからの信頼は当社の CSR の原点であり DNA となっています。地球規模の社会課題である気候変動が深刻化する現在、脱炭素経営の取り組みは国際的な信頼の獲得につながっていると捉えています。今気候変動という人知を集結すべき困難な課題に対し、全従業員とともにたゆまぬ挑戦を続け、社会の持続的な発展に貢献していきます。